釣りって例えば口太の数釣り、もう口太の一匹狙い、でかい狙いっていうの楽しいんですけど、まあ僕の場合、まあ、一番楽しいのは、まあ、釣ってて自分が楽しいなと思えるのはやっぱりオナガかなと思います。オナガグレはね、一匹この一匹自分の納得釣れた一匹っていうのは、まあその時の仕掛けのこととか、まあどういう風な感じで釣れたとか、どれぐらい竿が曲がったとか、あと玉ですくった時にどれぐらい重たかったとか、もう全て覚えてるんですね。ですからそういう記憶に残る、自分の心に残る一匹っていうのを釣りたいなとは思ってます。そういう魚が僕にとってはオナガグレなんですね。今回のトーナメント、チヌザオ並みの細さ、めちゃくちゃ細いです。でしかもね、ほぼテーパーがない状態なんですね、元竿が。ですからリールシートの上まで綺麗に曲がるんですよ。まあ、それが今回のトーナメントの一番の特徴ですね。とにかく細い。まあこれまでのいろいろな釣り場での実調でね、曲がるほどにね、なんか反発力に変えて魚を浮かしてくるんですね。非常に僕気に入ったんですけど、それでね、台湾の方にトーナメント MH の53、これのねプロトを借りてきました。まだ塗装前のプロトなんですけどね、まあ MH53 でパワーは 1.4 から 1.65 相当。もちろん口元釣るんだったらハリス1号とかね、 1.2 とか細いハリスでも十分曲がってね、口元を取り込むことができるんですけど、オナガグレ、これで普段使ってる 2.75 号のラインを使ってこの竿のねポテンシャルをね試してみようと思います。竿柔らかいけん切れんでしょう。まあ魚は見えなんだら見広ぐらいからやね、二広ぐらい、あれ3号で針は7号。これ途中2広ぐらいから急に潮が違うけん入り出すんよな。ここまでなかなか負けも沈まんのに2枚以上なっと。口太ぐれや、潮目にいましたね、だいぶ小ぶり。なんなあこれは。竿2、3本おきに潮流れてるんでね、この巻き絵と合わせて釣ってたんですけど、最初竿1本ちょっとぐらいの棚やっても反応なかったんで、こんなええ潮だったら絶対おるだろうと思って今度浅めにやったんですよ。そしたら食うてきました。このめちゃくちゃ細いトーナメント実調でのね、感じたメリットといえば、
キャストですね。あのバランスのいい穂先、それから風切り、空気抵抗がね、キャストした時にものすごい少ないんですよ。こんなに違うかっていうぐらいね、キャストがしやすいです。でしかも僕片手でキャストすることがよくあるんですけど、まあ最近浅板の釣る時、巻き絵打って同時打ちとか片手でね、正確にキャストができるんで、釣りの幅もねずっと広がると思います。それとね、竿のねウエイトバランスがものすごいいいです。手元にね、重心が来るように設計されてますので、まあ釣りをしてて持ち重り感が全くないですね。まあそれによって操作性であったり取り回しがねものすごくねいいです。まあこれまでの実調で感じたことなんですけど、まあ魚を釣っててとにかく合わせがねキャッと決まるんですね。まあ高弾性の素材使ってるんで、やっぱり針があるから合わせがグッて決まるんですけど、そこからがこの竿のすごいところは、魚がかかると竿全体にね、竿のあの魚の重さが乗るんですよ。竿全体で魚をこう寄せてくる感じですから、魚がね全く暴れないんです。しかも途中でこう、まあ絞りとか、前五島列島行った時あったんですけど、寄せてくる時にこう絞りとかあったら魚がこう入ろうとするんですよ。そしたら今までだったらこうあーって糸出してたんですけど、この竿だったら竿がさらに曲がってくれて、で起こしてくれるんですよね。ですからね、非常に魚が取りやすい、しかも大きな魚が取りやすい竿です。魚見えんな、深い棚まで見ても。いやーすごい引きました。でもあのトーナメント MH まだまだ余裕あります。まあお長グレってまず食わすのが非常に難しい、なかなか食わない。まあこちらがなんぼね上手に釣ったとしても、やっぱり海の中のお長ってやっぱり擦れてるし、大きくなるほど賢いですから、こちらがうまくやるだけでは食わないんですよね。やっぱり自然のちょっと潮が弱くなったとか、プラスアルファが働かないとなかなか食ってこないと思うんですよ。でもね、あのここっていうタイミングで食う時あるんですけど、その時にベストな仕掛け、ベストな張り加減で巻き絵にきれいにね同調して、巻き絵と同じようにこう沈んでいった時にオナガグレが初めて口を使うんです。でそうしやってやっと食わせたオナガもこの後が大変でね、めちゃくちゃ引くんですよ。もう針でしょ、ハリス、ミチート、もう竿、リール、全てのねタックルバランスが取れてなかったらなかなか取れないですし、まあ、ほんとギリギリのやり取りなんですよ。ですから竿の性能とか糸の強度とか針の形状とか全てをね、あの最高のものを突き詰めていつも使ってます。そうやってやっと取れたオナガっていうのはね、やっぱりね価値のある魚なんですね。
ですから僕は好きですね、お腹グレって。中泊まりで3日間チャレンジする予定だったんやけど、3日目、西風が非常に強く波が高くなるということで船止めになりました。で、急遽どっかチャレンジでできるところを探した結果、高知県の小倉島、ここのね、水島でチャレンジできそうな感じだったんでね、小倉島にやってきました。で、午前中は本島周りの地磯で、まあちょろっと口太を釣って、で、昼から本命の水島でお腹にチャレンジしたいと思います。水島2番の極でかいんが当たりそうなんやけど、トーナメント MH53 どれぐらい曲がるんだろうな。まあ限界までちょっと試してみたいと思います。まず海の色がいいね。やっぱ沖合にあるだけあって海の色も違うし、波もすごいし、もちろん磯のね雰囲気もめちゃくちゃかっこいい。これはちょっと言い方かも。あ、これもすんなり浮いてきたな。45ぐらいちゃうね、これで。お腹やけどな、取れるかな。よし、向こうまで降りよう。行ってこいよ。あ、行ったらあかん。取れた。ずっと船着きの方でしてたんですけどね、まあうねりでちょっとかぶり出して、まあ状況も悪いんでね、あの右隣の高いとこからやってみました。巻き枝巻くとね、あのグレがチラチラ見えてきたんでね、釣れるかなと思ったら釣れたんやけど、そっからが大変。あの船着きの方までね、棚の際をずっとグレを泳がせながら引っ張ってきて、で、玉で作ったんですけど、トーナメントめちゃくちゃ魚が暴れないで、スーッと浮いてきてね、難なく難所を乗り越えて、あの船着きの方まで引っ張ってきて取り込むことができました。
まだまだ余裕あるね、この竿は。